どうすれば。日本では介護労働は非常に劣悪な環境、10万以上安い給料だと言われています。だから定着もしないんです。私は北欧型の社会を日本を目指したいと思ってます。スウェーデンには日本の3倍公務員がいらっしゃるんだそうです。で、7割は女性なんだそうです。で、その方々が子どもたちの教育や保育、そして介護、医療の現場で叱るべき処遇、社会からの尊敬を得ながらそうした労働に従事しておられるという姿があり、これが国民の安心化につながっている。日本では介護労働は非常に劣悪な環境に置かれていると言われています。全産業平均からすると月給で10万以上安い給料だと言われている。かたや一方で一部の医療機関や一部の介護事業所では経営者側が大きな利益を上げているということも言われています。これは非常にバランスが悪いんです。昔本当に進めなければならないことはほとんど国営でやってきました。郵便もそう、鉄道もそう。ある程度落ち着いたら民営化すればいいんですね。そういう意味で私は何でも市場原理、競争原理で動いてきた、いわば新自由主義と言われた世の中を変えていきたい。しっかり公が引き取るべきものは引き取りたい。その代わり公の側に信用が求められるんです。透明性が高くなきゃいけないんです。信頼感が必要なんです。それを前提にと思っています。で、最後ご質問に戻りますが、その場合の財政、これは私ははっきり申し上げますが、北欧型の非常に福祉社会を納得づくの国民負担で支えている、そういう社会を理想だと思っています。しかし一方でいきなり例えば増税だとか保険料を大幅に引き上げるとか、そういうことは難しいので、当面例えば財政赤字だって国債の発行だって当然私は否定するつもりはありません。ある程度あっていいと思ってるんです。しかしそれにしてもそのまま未来永劫行くわけにはいきませんから、次世代のためにも一定幸福し型の社会を作ったら、私は国民に問いたい。この幸福し型の安心社会を維持するために国民の皆さん、国民負担を納得していただけますか。それともサービスを縮小して元の木阿弥に戻りますか。お決めいただくのは国民の皆さんですということを私は堂々と問いかけるような政治、それをこの国に作りたい、心からそう思ってます。財政赤字を決して否定するものではありませんが、そのまま未来永劫をやっていけるというのは嘘ですから。これだけ莫大な財政赤字がたまったことで、もはや日本は金融政策の可動域を失いました。金利の調節ができなくなった。莫大な財政赤字で利払いに耐えられなくなってますから、それが今回急激に進んだ円安の原因ですから、それによって高いエネルギー、高い食料を世界から買わざるを得なくなってますから、財政赤字を莫大なままそのまま拡大し続けていいんだという議論は無責任で、それはどっかで私は変えていかないかんし、それを堂々と国民に問うような政治が日本にぜひとも欲しい。それでも信用され、それでも期待されるような政治を何としてもこの国に作り上げていきたい、そう思っております。大事なご指摘、大事なご質問でした。ありがとうございました。小川淳也、本気で総理大臣。そうしたら総理大臣になるかもわからんで。お前や